はい、それではセッションを始めさせていただきます。今回のワールドキャンプ大阪の、サイトとか、グッズとか、皆さん持っておられるパンフレットとかのデザインをして担当してくれたデザインチームの皆さんに、今回のデザインタスクをやったりとか普段の様子とかをお伺いするようなセッションになります。私はモデレーターを務めます、自己委員長のよりさんです。よろしくお願いします。で、ここにいるメンバーは、みんな、主婦だったり、子供がいたり主婦だったり、で、まあ、結構リモートワークもやってたりっていうことなんですけども、皆さんの中で、リモートワークやってますよっていう人どれくらいいます？あ、ちょっといる。で、子供いて、子供見ながらやってますよみたいな人っています？あ、ちょっといます。ちょっとまあそういう人の参考になればいいなと思って、ちょっといろいろお話ししてきたらなと思っております。では、始めていきます。よろしくお願いします。では、まずはじめに、メンバーの自己紹介をしていただこうと思います。そしたら、スタッフさんから行きましょうか。お名前と、普段何されてるかと、今回のキャンプで何担当されたかっていうのをちょっとお話しいただけますでしょうか。お願いします。すいません。塚田と申します。普段は、システム系の UI デザインとかをやっております。で、あと数日で2歳の子と、あと0歳の母親です。で、今回のデザインチームの方ではデザインのリーダーやってさせてもらって、進捗とかそういうものを経営メインで、まあ、ちょっとややこしいやつとかはやったりとかしていました。よろしくお願いします。はじめまして、国田智美と申します。普段は関西大阪のウェブ制作会社で会社員としてフルタイムで勤務をしています。内容はデザインだったりコーディングだったりで普通にサイト制作をしております。で、私には子供が2人、息子2人いるんですけども、高校1年生と中学1年生なので離れてて割と働きやすい環境になっています。今回は担当させていただいたのはサイトデザインと、スタンプラリーのスタンプ版作りと、あと懇親会シールの2パターンを作成させていただいています。よろしくお願いします。あ、パカのこれもやってます。よろしくお願いします。こんにちは、ひしもちと言います。普段は京都でフリーランスのウェブデザイナーとして働いています。で、業務システムの UI のデザインの、お手伝いだったりとか、あとは幼稚園保育園さんのサイトを作ったりすることが最近は多いです。で、子供が10歳、6歳、4歳で3人います。あと専業主婦のと5人暮らしをしています。そんなもんでしたっけ。今回は、サイト のスタイルシートの調整をメインでさせてもらっていて、あとはTwitter とか Facebook とか のヘッダー画像や、ブログに貼ってもらうような PR バナーの作成をさせてもらってます。よろしくお願いします。美穂と申します。スライド上では美穂という名前でお話しています。東京在住で、神戸のシステム会社でリモート勤務しています。で、 UI デザインとかメインを行っていて、副業でペットウェブサイトの制作をやっています。子供は15歳の今絶賛受験間近の中学生がいます。1人担当したところは会場サイト、あとカウントダウンの画像を行いました。以上です。
サイと言います。山口県で、リモートで、業務系システムの UI のお手伝いをしたりとか、あとはフリーランスなんで自分で持ってるお仕事としては、まあ、地元の企業さんの自社サイトだったりとか あのワードプレスのカスタマイズとかデザインとか、あとはもともと印刷会社にいたので DTP もやってます。で、子供が中2と中1の年頃の男女がおりまして、そろそろ反抗期の声が聞こえてまいりました。で、今回のデザインチームではパンフレットの制作をさせていただきました。よろしくお願いいたします。最後もう一方いる、今日はちょっと不参加なんですけれども、ちょっと塚田さんからご紹介いただいていいでしょうか。はい、はい、すいません、来ると言いつつ来れなかった福井県で、デザイナーされてる、山本さんという方が、思春期の娘2人のお母さんですね。です。今回、山本さんがやってくれたのが、ワプー、ファミラプーとかメインビジュアルとか、缶バッジとかステッカー、塗り絵などを担当してもらってます。で、あと、もう一人、小山さんっていうデザイナーの子も、ロゴとかもやってくれてます。はい、ありがとうございました。では、ちょっと今今回どこ担当しましたということが、ちょっと今手元にあるものとかもあるんで、あ、これその人、この人が作ったんやみたいになるかなと思うんですけど、それをデザインする上でどういうことを考えながらやったかなとか、どういうとこ工夫しましたかとか、ちょっと苦労したなっていうところとかをざっくり話していただけるといいなと思いますので、これも塚田さんからお願いしていいですか。さんの場合、ちょっと前もって書いてもらったのがあるんですけど、今回みんなにデザインしてもらいたいので雑の強い感じで行った、致命性ではなく理史的な感じでいったということで、ちょっと付け足しとかしながらお話ししたいと思います。あ、そうですね、どっちかっていうとこういうキャンプとかそのやつデザインっていうのはどっちかっていうとその仕事とか業務ではないもので制作するっていうものだったんで、なんかできる限りどんどんみんな やりたい人やってもらいたいっていう気持ちがあったんで、どっちかっていうと私今回リーダーさせてもらったんですけど、どんどんやってもらうふうに持っていこうとしておりました。まあ、でどっちかっていうと、指名性っていうか、これ誰々やってくれないかなみたいななやつよりは、あ、こういうのがあるんですけど誰かやってくんないですかみたいな感じで持っていくようにはしていました。まあ、どっちかって言った後は、まあ、リズっていうテーマだったんで、そういうふうなものにできたらいいなっていうのは、実際デザインチームの方々には言ったかなっていう感じ。ありがとうございます。そうですね、塚田さんにリーダーやってもらってたんですけど、マネジメントというかいう立場でやってもらってたかなと思います。次、トモさんお願いします。ちょっと失礼します。ちょっとこれに付け足すような感じで話をお願いします。サイトデザイン、まず初っ端の多分デザインチームの仕事なんですけども、委員長さんからあったかい、なんかこう、ほんわかしたみたいな、ちょっとニュアンスだけみたいな感じで来たので、まあどうしようかなと思ったんですけど、柔らかさで言ったらやっぱり曲線使いたいとか、暖色系がいいとか、そういうのをちょっともろもろ文章で出させてもらって、じゃあそれでっていう形で、お時間ちょっといただいて、1ページ作成させていただきました。で、1回ちょっと塚田さんから直しが入って、でそれを直したらもうそれでみんないいですねって言ってくれたんで、そのまま通った感じです。特に、最初ちょっと考えただけで私あんまりそんな苦労はしなかったかなっていう感じです。あとは、もろもろちょっと書いてあるものをデザインさせていただいたんですけど、どれもこれも枠をとにかく見せたいと思っていて、
枠を可愛らしく目立たせたい気持ちでデザインしてます。以上です。ありがとうございます。そう、サイトデザイン、見られた方ってどれくらい言ってはりますか？ちょっとスクロールした時にお子さんの写真2人写ってるやつが 見たと思うんですけど、あの写真ちょっと OK っていうのが困難でして私絶対その去年のワードキャンプで残ってた写真の中から選んでいいって言われたんで、そこからこれ絶対いいと思って選んだんですけど、ちょっとこれ許可どうなるか分かんないから保護者さんに確認しますっていうことで、もしかしたらダメかもしれないって言われたんで、じゃあ他のってフリー素材探したんですけど、やっぱり子供がいるフリー素材ってなかなかなくて、まあしゃあないかと思って、よくあるフリー素材を入れていたんじゃあこうダメだったらこっちでっていう形で出したんですけど、結果保護者さんから OK ですっていただいたので、実際の去年来ていただいたお子さんの写真を使わせていただいてます。本当にありがたい限りです。ありがとうございます。 それに余談があって、保護者の方からこの写真のアングルの方がいいからこっち使ってっていうそういうことがありまして、今日その方来てるんですよ。来てる。お子さんも来てて、はい。なので、はい。なかなかそういうふうなところで、ちょっと子供の写真を使いさせてもらうのがありがたいなって思います。ありがとうございます。結構サイトに関して私たち実行委員長の指示が曖昧だったのに、すごいいい感じにやってくれてよかったなって本当に思ってます。ありがとうございました。はい、では、続きまして、ちょっと座ってもらった順番と違うんですよ。美子さんお願いします。はい、会場サイン、どんな感じでやったかお話をお願いします。会場サインは、テキストだけの情報になるので、ちょっとそれだと味気ないなと思って、バックをちょっと目立たせようかなと思って、バックを必ず入るように、そんなにデザインを変えてるわけでもちょっと調整を入れました。あとはマップをちょっとチェックしてもらって、マップ 今そこの入り口にある会場サインとは別のパターンでちょっとフロアマップだけ作ってっていう感じですか。はい、ありがとうございます。こう多分今日いろいろ見られたと思うんですけど、多分いろんなところに貼ってて、あれもなかなか大変なデザインだと思うんですけど、だいぶいい感じにしていただいてありがとうございました。では次に日持さん、サイトの構築をメインでやってもらったので、その辺の話とかお願いします。はい、私はデザインしていただいたデザインから、サイトを、要はデザインをはめ込んでいくというか、そういう作業なんですけど、ワードキャンプのサイトっていうのは HTML レベルのところが全く触れないっていう制限がありまして、スタイルシートのみの調整でデザインを表現しなければいけなかったので、あんまり普段そういうことってないと思うんですけど、だからここにクラスが追加できればすぐできるのにみたいなことにすごい苦労して、自分が思ってた以上に時間がかかったので、苦労したという意味ではそこが一番苦労しました。で、あとは、SNS ヘッダーとかTwitter や Facebook のヘッダーなんですけど、実際に参加される予定の方に使っていただくので、ちょうどこう顔写真なりなんなりのアイコンが入ると思うんですね。そこの上に吹き出しなりなんなりが来るようにっていうところをちょっと意識して、よりこう私参加しますよっていう、私こんなことしてますよっていうことをこう自らアピールしていってもらえるように見えたらなと思って、デザインをさせてもらいました。以上です。ありがとうございます。本当にサイトのワードプレス固定まで作ったことある方いらっしゃったら分かると思うんですけど、本当に CSS だけで調整するっていう結構難しいのをうまいことやってくれたなっていうのと、あと SNS ヘッダー落とされました、皆さん。つけられてます。多分
サイト の, あのお知らせの中に多分あるよっていうのが記事があるので、もしよかったら記念に今からでも落としていただけたらなと思うんで、かなりいい感じになってあの配置されるようになってるんで、あれすごいな、もう感動しました。ありがとうございました。では最後、茶川さんお願いします。パンフレットですね、お願いします。はい、今回パンフレットを、させていただいたんですけど、基本的にはどんな、その例えば視覚障害であったりとか、まあ、ちょっと英語の部分は少ないんですけど、まあ、日本語圏じゃない方でも見ていただけるように、まあ、できるだけあの名前どう忘れでしたあ、言うのじゃない、でもない、まあ、なんかいい感じに見えるフォントを選んでユニバーサルデザインフォントでした。失礼しました。ユニバーサルデザインフォントをメインフォントに使って、まあ、できるだけ 見やすいように、で どうしてもサイズがちっちゃいので、半型がちっちゃいっていうことは、フォントもちっちゃくならざるを得ないので、それでも可読性が高いっていう構成を目指してやっていきました。もうちょっと最初に出した初稿は、もうちょっとあの背景にものを敷いたりとか、あの見栄えがするものをお出ししたんですけれども、やっぱりそれだと物を背面に引くことで見づらさが出るよりかは、もうちょっとそっけなくても見やすい方がいいな、例えばタイムテーブルもパッと見て次ここに行こうって決断していただける方がいいんじゃないかなと思って、そういう思考性で今回準備させていただきました。ありがとうございます。あのもうお手元に全員持ってられると思うんですけども、本当にあの皆さん持つのが大事な部分だなというところで、あのかなりプレッシャーもあったと思うんですけど、あの今作っていただいてありがとうございました。で今ちょっとデザインの話をしてもらったんですけど、次にちょっとさっき、まあ、お家の話をちょっと自己紹介したとしてもらったんですけど、じゃあ普段どういうふうにあの子供がいたりして、どういうふうにされてお仕事されてるのかなっていうのをちょっとお伺いできたらと思うので、ちょっとこれも一人ずつお伺いしていきたいなと思います。では塚田さんの方がちょっと一人ずつあのこういうグラフにしているので、これをもとにちょっとお話しいただけますでしょうか。お願いします。あ、はい、すみません、だいたい私はやらかしたかもしれない。あるね、すみません。あの実は朝5時に起きて、朝5時に起きて6時から6、7時までに、家出てます。7時過ぎぐらいに保育園に子供を、預けて、そこからまた家に戻って、あ、これにあの通常モードです戻って、で、まあ、お昼食べて、でも間はあのピンク用の仕事をしてます。で大体、6時ぐらいに迎えに行ってから、あの、迎えに行って、9時までに子供を寝かせてから、ちょっと1時間か2時間か、作業なり仕事残ってたらやって、まあそれかもそのまま寝てるっていうので、絶対12時までには寝てるっていう生活をしています。基本的に平日は、仕事と子供と、まあ、基本的にワンオペでやってるので、子供に力を注いでおります。以上です。ありがとうございます。では続きまして、トモさんお願いします。デザインチームからは言われたんですけど、めちゃめちゃ健康的な生活ですねってまあ見たら多分そうかなと思うんですけど、普通の会社員の生活です朝起きて用意して、通勤の足ちょっとロードバイクで1時間をかけて職場まで行ってるので、それに1時間っていう形ですねであと会社で仕事を8時間で、休憩時間プラスで9時間で、その後帰って、で、まあ、なんかモヤモヤしてで、あとそうですね、自分時間一応あるんですけど、まあ、ほぼほぼスマホゲームやってますワードキャンプのスタッフの時期はこの辺りの時間に
作業時間として使ってます。はい、以上です。ありがとうございます。では、みこさん。お願いします。私はもうなんか、おかしい時間帯なんですけど、これ、実際の11月の稼働がこんな感じです。朝、ちょっと子供が中学校に行かなきゃいけないんで、起こすために。だいたい7時半ぐらいまでに起こさないと学校遅刻しちゃうんで、7時半ぐらいまでに起こして朝ごはん食べさせて見送った後にちょっと家事やって、9時からリモートの会社の勤務の方の仕事をします。で、定時が18時なので、18時でリモートの方は切り終わって、切り替わって今度副業の方をやって、副業の方が一応契約上は1日2時間っていう話でやっていたんですけど、18時からだいたい2時ぐらいまでずっとやってます。ちょっと11月にリリースが入ってしまって、2週間ないぐらいで12ページぐらい作るみたいな、ちょっとそんな感じの私の生活リズムをしていました。でもう2時ぐらいになっちゃうと力尽きるので、そのまま寝てみたいな生活を繰り返してて、週末とかにたまに空いてる時にちょっとワードキャンプの方のタスクをやってみたいな感じで、あまり進められずみたいな状態でした。ありがとうございます。じゃあ次、岸本さんお願いします。はい、私もあの見ての通りあんまり働いてない方の人間でして、でしかもロングスリーパーなので8時間ほど寝ないと眠くて夕方ぐらいに眠くなっちゃうっていう人間なので、がっつり寝ます。でがっつり寝て、しかもかつ先ほども言いましたけれども専業主婦がいるので家事丸投げっていうすごい優遇された環境で仕事をしてるんですが、でなので、まあ、一応朝の準備が9時から常駐の仕事が入っているので、それに間に合う時間に起きて準備をして9時から仕事をするっていう感じです。でその定時が18時頃なので、その辺で仕事が片付いていればそこで切り上げて、まあ、晩ご飯を食べたり子供の面倒を見たりします。でその後手が空いてれば好きなようにゲームをします。スプラトゥーンとかをしているので、鮭しばきっていうのはそういうことです。鮭をしばいてます。でそれが終わってからさらに別のゲームをします。鮭しばきは夫と一緒にやる時間なので、その間夫と一緒に鮭しばきをした後自分でやりたいゲームをするっていう生活をしてます。で仕事が立て込んでくるとさすがにゲームはしてられないので、この時間をまるまる仕事の時間に当てるように動いております。以上です。ありがとうございます。では最後にチャーマンさんお願いします。まあ、本当はロングスリーパーなんですけど、そうは言っても仕事がたくさんあるとそうも言ってられないの で、うちはもう中1と中2で自分でご飯を炊くしつけを真っ先にしたので、自分でご飯を炊いて残り物でご飯を食べて、私が起きる頃にはもう子供は登校しているというサイクルになりました。で、まあ7時半過ぎ、結構起きれない時は8時過ぎまで布団の中でうだうだしてから、まあ、8時半ぐらいから、まあ、で家で仕事してるんで全然境目がなくって、気がついたら仕事をし、ご飯を食べ、ご飯を作り、また仕事をして、で、まあ、大体12時ぐらいに寝ないと次の日頭が回らないので、まあ、12時ぐらいになったらもう仕事は切り上げてお風呂に入って寝るといった毎日です。ちょっとまだ私よりひどい人がいるんですけど、ちょっと労働時間が長すぎて、そのうちの息子に大人になったらそのたくさん稼げないと余暇の時間にを過ごすための資金が作れないぞっていう話をしたら、お母さん余暇ないじゃん、大人になりたくないって言われたので、これからちょっと私も生活の立て直しを始めたいと思います。ありがとうございました。だいぶ赤裸々なお話も出てきたような気がするんですけど、ちょっと僕自身は会社員なのですごい
在宅のされてる方の仕事もなかなか興味深いなと思いながら聞いてたんですけど、やっぱりなかなか皆さん子供いる中で、まあ、子供中心の生活なのかなと思ったんですけど、まあ、うまいことそう調整されてなんかゲームされてるとかいいなと思ってました。では次にの質問に行きます。今回ワールドキャンプをかなり今聞いてたら、まあ、結構カツカツな生活の中で結構これさキャンプのスタッフって多分イメージされてると思うんですけども、すごく時間を取られるんですけど、そういうスタッフに、参加した理由をちょっとお伺いできたらなというふうに思ってます。では塚田さんからお願いします。今年が、まあ、風よって歌うワールドキャンプっていうことだったんで、で私自身が結構、2歳児を連れて勉強会を参加したりとか、子供セットじゃないとなかなか勉強会参加できない、まあ、状況になってるんですけど、まあ、自分もすごい勉強したいけど子供がいるっていうので、あ、だったら自分で勉強会しようかっていうので京都でやったりとかもしてるんですけど、そういうので今年のワールドキャンプがこれ OK っていうのを、まあ、ワンプーのキャラクター見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、来やすいそのキャンプっていうのでお手伝いできたらいいなと思って今年参加しました。以上です。ありがとうございます。続きましてトモさんお願いします。私はちょっとミーハーなところなんですけど、ワールドキャンプの、まあ、何かしらのデザイン関わりをちょっと持ちたかったっていうところと、そのイベントでのスタッフ参加っていうのが、半年1年ぐらい前からちょっと興味があって、他のイベントでもちょこちょこお手伝いをさせていただいてたんですけど、今回ちょっとワールドキャンプで募集をツイッターでかけられてたので応募しようって思って応募したのがきっかけです。はい、ありがとうございます。では次にこそお願いします。私は塚田さんから募集してるよっていうのを聞き何それ面白そうと思って、もうそのまま何も考えずに申し込みました。ありがとうございます。すごいです、何も考えずなかなかできる。では岸本さん次お願いします。私はもともとワードプレスミートアップっていう各地でやっている月2ヶ月に1回ぐらいかな の頻度でやってる勉強会にちょこちょこ顔を出させていただいてて、なのでワードキャンプも存在はしてたんですけど参加はしたことがなくて、でも気にはなっててみたいなところで、私も塚田さんから実行委員募集してるんだけどやらないって声をかけていたので、いただいたので、あ、じゃあやりますっていうことで来ました。で、まあ、それと、まあ、それがまああるんですけど、あとはチームで動いたことがあまりなくて、基本的にこう自分でデザインをして自分で作ってっていう、こう自己完結型の仕事の仕方が多かったので、大人数で大きなプロジェクトを動かすみたいなところで何か学んだりとか勉強になったり新たな発見があったりっていうことがあるんじゃないかなと思って参加させてもらいました。以上です。ありがとうございます。では続きましてチャンマさんお願いします。そうですね、今、個人で受けてる仕事 のほとんどがワードプレス使ってるので、まあ、ワードプレスへの貢献っていう意味とあとは塚田さんから来てって言われたのでじゃあ行くって言って行きました。もともと山口のコミュニティでワードベンチ山口にも参加していたりとか、 GTP の勉強会立ち上げたりとか、あとはクリエイティブハンドっていう大きめの山口では大きめの勉強会のスタッフをしていたりとか、そういうのがあって、もともとコミュニティに親和性が高かったのもあると思います。以上です。ありがとうございます。結構皆さん5分の3、塚田さんがらみだったという私、京都のミートアップ の関西ミートあ関西って関西のワールドプレスミートアップっていうので、まあ、京都の方の、オーガナイザーさせてもらってるんですけど、なぜか巻き込むのは上手いんですかね。
ちゃんと言っていただいたように、今日、開会でも言ったんですけど、今年のテーマはやっぱり、普段来づらい人も参加しやすいものということで、その一つが、お子さんがいて来づらい人っていうのがあったので、その中でお子さんがいる方々にこうやってスタッフとして参加してもらったらすごい良かったなって、個人的、自己延長としては思っていますので、ありがとうございました。ということで、すごい軽い気持ちでも参加してもらえたのすごい嬉しいなと思ってます。誰でも参加できますよね。誰でもできます。誰でもできますよ。来年以降もありますよと。はい。で、まあ、そんな感じで参加してもらいまして、で、こんな忙しい中 で、ほぼリモートということで、実は僕もこのメンバーで会ったのが昨日、今日が初めてという、実際お会いしたのは昨日、今日が初めてなんですけども、はい。で、リモートでずっとやってもらってたんですけど、そのリモートってどうでしたかというか、どういうことを心がけてやってましたかということをちょっと聞けたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。では、塚田さんからこれもお願いします。はい。皆さん、思うの、生き方されてるんで、生き方、予定が、なかなか調整しにくいところがあったので、そこのスケジュールとかを余裕持っていけたらと思ってやったりしてました。あとはオンラインのミーティングとかも実は3回ぐらいしかやってなくて、ほとんどテキストで済んでるっていう強者たちだったんで、すごいありがたく、やりますかって言ったら大丈夫って言われたんで、あ、大丈夫だろうと思ってできたんで良かったなと思ってます。ありがとうございます。じゃ続いてともさんお願いします。はい。ワードキャンプの連絡方法自体がスラックを使って行われてまして、で私普段 PC とかあまり見ないというか、見ないというかいや会社ではノート PC があるんですけどやっぱりスマホにスラックのアプリ入れると、通知が来るんですぐ分かるんです。で何かしらの連絡がすぐ飛んできたりするので、常にチェックはスマホではできるようにはしていて、で何かあった時はすぐ対応はできるようにはしていました。で、そうですね、それぐらいですかね、気持ちよ。はい、以上です。ありがとうございます。もう会社でこっそり見てました。次、美子さんお願いします。基本そのスラックでのやり取りがメインになるんですけど、この喋ってる言葉と同じような感覚で文字打っちゃうと何の話してるのか分かんなくなっちゃうっていうのが結構多くて、なので日本語を日本語としてちゃんと書くみたいなのを意識して、何の件でどうでどうなったみたいな感じで書くのを心がけてました。ありがとうございます。これはもうなんかチャット使ってる人とかはもうみんなぶち当たる壁じゃないかなと思うんですけど、本当そうですよね、感じですね。じゃあ次、ひもしさんお願いします。はい。私は私宛に頼まれた仕事はなるべくスケジュールが取れる限り早く片付けようという意識は持って、実際どうだかっていうとちょっと他の人に聞いてみないとわからないですけど、なるべく意識して片付けつつ、でもかつそれをみんながやるべきかっていうとそうではないと思っていて、やっぱりそれぞれいろんな事情があって今すぐできないっていうこともあると思うので、それはそれで自分はそういうスタイルにするけれども、他の人にそれをこう強要するとかそういうことはしないように、他の人は他の人のスケジュールがあるし段取りがあるし優先順位も違うしっていうところを前提に動くようにしてました。以上です。ありがとうございます。もうなんか100点満点の答えだった気がするんですけど、本当になんかもう会社以上に多分いろんな人がいるので本当にそうだなっていうふうに思いますね。では最後にお願いします。とごめんなさい。お願いします。私が結構武将なので、その文章を書くときにその正しい日本語を使われるって言われてその通りなんですけど、結構言葉を省いちゃう方なんですけど、あと感情もあまり込めずに自分的に了解とかって打ちがちなんですけど、やっぱりその文字だけのコミュニケーションなんで、わざと
かなりこうテンション高めに了解ですって言ってみたりとか、まあ、やっぱり気持ちよくお互い仕事をするためにやっぱり成果物が上がって誰かこれできたよって見たらもうわすごいって言ったりとか、もちろんあのここどうかなって思ったところは伝えるんですけど、やっぱりお互い気持ちよく作業をするためのコミュニケーションってやっぱりあるんじゃないかなと思ってやってます。なんで感情表現はあの当社費 130% ぐらい持ってます。ありがとうございます。そうですね、それを僕もあの会社に入った時に言われたことで、あのチャットって感情伝わらないからなんかびっくりマークつけるとか、なんか顔文字入れるとかした方がいいよみたいなことを最初に言われたのを思い出しました。ありがとうございました。では、そんなリモート作業で良かったことをちょっと教えてもらえたらなと思います。お願いします。私ですね、あ、適宜返信しやすいなっていうので、私どっちかっていうと通知見たら返信するタイプっていうか、まあ、あ、すぐ返信しないといけないって逆に焦ってしまって変な日本語使ってしまって、あ、申し訳なかったなっていうことだったんですけど、まあ、ちょっと日本語は返信しやすいからなんかあいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。じゃ次トモさんお願いします。もう電車代かからない、はい、会社次も別になくても作業できます。で、さっき私ロードバイクで行くって言ってたのは、まあ、まさにこれが理由なんですけど、通勤に電車代をかけるのはちょっとっていう、はい、以上です。ありがとうございます。まさにその通りです、はい、じゃあ次お願いします。オンラインで完結するところ、あの会って話しましょうとか、会わないと進まないみたいなことがなくて、ちょっとスラックでファイル上げたりするだけで終わるっていうのは大変メリットだと思います。ありがとうございます。そうですね、さっきもね、あの東京だったりとか山口だったりっていう話も出てたんですけど、本当にそのこの人たちと会うってすごいハードルが高いので、これは本当にそうだなと思います、ね、ありがとうございます。次聞きましたお願いします。そうですね、あの私はあの自分のスケジュールで動きたいタイプの人間なので、あのこう移動するのに時間を取られるっていうのがまず嫌だったりとかするので、あの家であの起きてすぐでもしようと思えば仕事ができるっていうところが一番のメリットですね。であとはあの普段から自宅で仕事をしているので何をするのも自宅なんですけど、でこの家族の様子とかのなんか体調悪そうとかそういうのもあの見ながらで見れるとすぐに把握できるので、その後のスケジュールも調整しやすいと思うんですよね。だからそういうところであの細かくスケジュール調整ができるっていうのが一番私にとってはメリットでした。以上です。ありがとうございます。そうですね、自分のペースでできるっていうのが大きいですよね。最後お願いします。まあ、山口なんですかなり遠距離なんですけれども、まあ、地元にいながら県外のこうしたコミュニティに参加できる、まあ、仕事でもそうなんですけど、その地元にない文化に触れられるっていうところが本当に大きなメリットだったなと思ってます。ありがとうございます。そうですね、まあ、あのオープニングでも言ったかなと思うんですけど、今年4つキャンプあったんですけど、ここが一番西になるんですね、開催された中で。だからこれより西の人ってじゃあ地元にキャンプないやんってなるんで、やっぱりこうやって参加してもらえるのってすごい有意義だったかなというふうに思います。あ、じゃあ最後に感想を、まあ、デザインチームとしてって書いてるんですけど、まあ、スタッフとして全体的に感想を述べてもらおうかなと思います。塚田さんからお願いします。これもちょっと書いてもらって、はい、実はキャンプの準備中に、あの出産入ってしまいまして、あ、出産しても日経ってるんですけど、その間に、あの慌ただしくデザインチームの方々にご迷惑をおかけして申し訳なかったなと反省しております。で その後にもあの、タスク管理とかで石本さんに助けてもらったりとか、みんなここで頑張ってもらったのでありがたかったなと思っております。以上です。ありがとうございます。じゃあトモさんお願いします。もうめっちゃ楽しかったです。あの、はい、デザインできたし。あの特にデザイン作るときは私夜なんですけど、ね、ノート PC 広げながらデザインしてると、息子、まあ、高1やし、中
中1やしで、まあ反抗期なんですけど、何作ってんのって言われて、それが会話のきっかけになることが多くって、この時期は。それがちょっと個人的には良かったです。はい、以上です。ありがとうございます。まさかの家族関係まで作ってしまってたという。はい、美穂さんお願いします。私はもう完全にこれです。睡眠大事、もう寝ないと頭が回りません。寝た方がいいです。はい、なんか時間しました。家族関係のことで言えば、私も家で作業をしてたんで、あのサインをちょっと一応調整したりとかしてたら、何してんのって横で子供が見に来てて、ふーんみたいな反応されました。ありがとうございます。ひまちさんお願いします。はい、もうね、あの大変です。あの時間管理をうまくやらないと、結局あのさっき言ったようなスケジュールでめっちゃ遊んでましたけど、ゲームの時間が削られるんですよ、うまくやらないと。それは私にとってはすごい問題なんですよ。なので、あのもちろん楽しかったんですけど、時間管理をうまくやるのがまず一つと、あとはそのためにはやっぱりコミュニケーションをしっかり取っていかないと、あのいろんなところでロスしてしまったりとか、うまく伝わらなかったりっていうことは出てきちゃうんで、時間管理をするためにコミュニケーションもうまくやっていくのが大事だなっていうことを学びました。以上です。はい、ありがとうございます。では最後にお願いします。まあ良かったのは、こうして最近ちょっとウェブ作業が多かったので、紙のこういうものを作れたのが本当に良かったなっていう個人的な感想あるんですけれども、まあちょっと仕事の繁忙期と重なってしまって、もっと関われたと、関われるって最初に思ってたより関われなかったことがすごく私の中では心残りで、あとまあ自分で引いたスケジュールが守れずに、これ最初にあのもう1回構成が多かったので、ちょっと本当それも後悔ですね。でも本当楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にあの皆さんの手元に届くものをいっぱい作ってもらったので、本当デザインチームいなかったら大変だったなと思うんですけど、あのすごいあのスケジュールの中で時間を割いていただいて、本当にあの実行委員長としてもお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。それではあの、貴重な話していただいて、デザインチームの皆さんにあの拍手をお願いできますでしょうか。ありがとうございます。では、これにてセッションは終わりにしたいと思うんですけど、ちょっとだけまだ時間消えるか。はい、じゃちょっとだけあのもし質問とかあればあのお答えします。あの全員でもいいし、あのこの人とかでもいいんで、あのなんか質問あればないでしょうか。大丈夫ですか。あ、じゃあお願いします。あ、すいません、お話いただいてありがとうございました。ちょっとしょうもないことで悪いんですけれども、あのいらっしゃらなかったんでしょうか。このパプーのキャラクターをデザインされた方ですよね。私デザインしたのは山織さんっていう方なんですけど。あ、そうなんですか。あのこのちびっこいのか、これは何を召し上がってるのかになってるんで。あ、これあの肉まんです。肉まんです。あ、大人の事情で入れられなかったんです。あ、なるほど、はい、あの大人の事情で名前は書けないんですが、ボコボイチなんて美味しいんで買って帰ってくる。はい、あ、で、あ、その子供の中にあのたこ焼きマークがあるんですけど、あ、これはあの実行委員長図 の、 あのリクエストで入っております。あ、はい、ありがとうございます。たこ焼きのフォークの形がダブル。ありがとうございました。ありがとうございました。もういい。じゃあ、あのもし何か気になるけどここで喋りにくいなと思ったら、あの全員懇親会行きますか。はい、はい、はい。なので懇親会で話しかけてください。あの僕でもいいよ。以上でありがとうございました。